スレイブアイランド駅はスリランカの都市コロンボにある鉄道駅。スレイブアイランド地区にあり、コーストラインの通勤列車のみが停車する。営業セーロン時代の1870年代、セーロン総督ウィリアム・ヘンリー・グレゴリーの時期に建設された。コーストラインは当初ゴールフェイスグリーンを通過するように設計されていたが、市民からの要求によってスレイブアイランドを通過する方へ、 路線計画が変更された。路線建設直後に駅の建設も行われた。1913年には路線で初めて2面のプラットホームを持つ駅となった。相対式2面2線のホームを持つ地上駅。駅舎のアーチ構造などにビクトリアン様式を見ることができる。スリランカ鉄道の歴史に関する著者であるシリーゼーナ、ラージャパクサによると、 イギリスの鉄道駅から影響を受けているとされる。ゴールフェイスグリーンのすぐ東側にある、商業地区、スレイブアイランドにある。周りには、ホテルや、ショッピングセンターも立地する。ABCD、プロテクティングヒストリックスレイブアイランドレールウェイ、ステーション。コミュニティ、ライブリーフットデベロップメント、ジョン・キールズ・グループ。2016年3月4日、時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年1月6日閲覧、ありがとうございます。